こんばんは、山亮と申します。なんかすごい額度ですみません。どうや動画を撮り忘れとったなということでね。で、さっきから慌てて動画を回してるんですけどね。何かというと、まあ、タイトルにも出てる通りでございますね。青海鉄道のね、フリーキープがやばいことになってるぞと、いうことでございます。まあ、結論から言うとこんな切符なんですけど、ワンコインスマイル切符っていうことでね、青海鉄道さん。青海鉄道さんっていうのは、青海って名前からもわかりますけど、滋賀県のところですね。まあ、滋賀県でも、いわゆる、湖南地方の方になってくるのかな。米原から、水口、甲賀市ですね。米原市から甲賀市の間を本線がずーっと走っておって、で、途中、八日市とか、あと、高田市とか、とか行くところに、ちょっと視線を持っているっていう、ちょっと、ユニークな、会社さんで、西武グループのね、車両なんで、これ、昔の西武のね、車両が今も走ってるよっていうのでも、結構有名な。なんか、西武って言ったらね、東京の会社ですけど、なんかここにポツンとね、西武グループの会社があるんで、ここだけすごくライオンズカラーだったりするんですけどね、っていうのも面白かったりするところなんですけど、この近江のね、近江鉄道が、実はこの切符を売ってます。これね、1日乗り放題の切符なんですけど、なんとね、500円なんですね。まあ、なんだろう。一般的に、1日乗り放題の切符でね、売ってるのでね、安いところっていうと、まあ、例えば土日エコ切符って言ってね、名古屋とかだったら600円ぐらいであるかな、700円とかであるか。で、四日市朝青鉄道も600円からフリーで1日乗り放題とか売ってますよね。っていうことなんでね。まあ、それに比べてもちょっと安いなっていう感じなんですけど、これね、忘れちゃいけないのがね、さっきも言いましたけど、米原から、水口までの間なんで、まあまあな距離があるわけでございます。その距離のところが全部フリーキープで500円になるよってことなんで、通常はね、いくらだったっけな？通常900円だったっけな？ちょっと待って、調べよう。通常は休日が、900円で、乗れますよっていうやつで、が売ってるらしいです。それでも実は結構お得なんですけどね。っていうのは、ここを、片道ですね、米原から、例えば、その最初のね、米原から鬼舞川までを、普通の運賃で乗ろうと思うと、1080円だったっけな。前もってこういうのをね、調べてからね、取り始めるのがね、普通なんですよ。ね。普通の人はそうやってやるんですけどね。そう、米原から鬼舞川までね、本線を、片道ね、支点から終点まで乗り通した場合、1050円なんですよ。なんと、片道料金の半額以下で、1日乗り放題になるというですね、かなりお得な、切符が出てますよということでございますね。これ期間限定らしいんですけど、いつまでだったっけな？ 11 月までだったっけな？なんか、案内出てましたね。正確な情報を入れました。詳細はリンク、概要欄にリンク貼っ付けておきますので、それを見てもらうのが一番いいんですけど、2020年から結構定期的に期間限定発売でやってらっしゃるんですけど、9月15日、これちょうど、2日後に行ってるんですけど、9月15日から11月26日までの、毎週、金、土、日、祝日に、使える切符らしいです。ですね、週末ですね、週末に使えるよってこと、金曜日っていうのはちょっと独特ですけどね、ちょっとあるかなというところなんですけど、っていう切符が出てて、これはめちゃくちゃお得です。500円だったらね、普段だったらね、ちょっと1000円かかるってなるとね、前々は1000円とかってね、言われるとね、ちょっとね、億劫になりますけど、これがね、往復で使ったらね、片道あたり250円ですからね、もう4分の1ですからね、ちょっと破格すぎますということでね、沿線をいろいろと楽しみながら乗るのにも、ちょっとね、ちょっとお得な切符だからね、往復にしたら、トントンになるよぐらいだとね、ちょっとある程度乗らないとな、ちょっと元取れんかなっていう気分も湧いてきます。これだったら変な話、もう3駅間をね、ちょっと往復して乗ったらもう全然元が取れちゃいますからね、っていうぐらい、すごい、お安い。切符になっております。ワンコインスマイル切符。ただこれね、発売量にちょっと一応限定数量があるらしくて、一定数を超えると、この紙のチケットは、販売が終了になるらしいです。ただね、ちょっと裏側にも書いてありますけど、ライドパス、うちのところでもちょいちょい使ってますね。伊勢鉄道のやつで使ったりだとかいろいろとしてますけど、このライドパスだったら、期間中だったらいつでも買えます。で、これだったらね、クレジット決済とかもできますから、各種決済が、で、ライドで使える決済が使えますんで、非常に、便利になってますんでね、ライドパスでやるのもおすすめです。まあ、紙でね、こういうのもあるんで、これちなみに直シートじゃなくてね、ただの紙。ちょっと厚紙ぐらいのね、やつになってますね。硬券ほどの硬さもないね、っていうぐらいのやつなんですけど、ね、まあ、これもまたね、ちょっとローカル感があっていいじゃないですか。で、実はこれ、ちゃんと、硬券用の、改札入れてくれるんですよ。なんか、これね、形、三木鉄道のところでもやりましたけど、これ、駅によっても違うみたいなんで、こういうところでも面白いですね。この時間はね、日野駅が、日野駅、時間帯によっては無人駅になっちゃうんですけど、うん。まだ、駅員さんのいる時間だったんで、実は、検察をしてもらえるっていうね、いうようなところとかもね、ちょっとポイントとしてあるのかなってところだったりしますけど、まあ、実は何も知らんと言ってね、実は、また、後々動画が上がると思います。そっちの方を見てもらった方がいいんですけど、実は何も知らんと、たまたま滋賀の方に行って、調べとったらね、なんか500円で乗れるらしいぞっていうのが、ちらっとね、情報で、出てきたんで、500円だったらいいな、じゃあ、せっかくだし、ちょっと乗ってみるかってことなんでね。何も調べずにね、駅に行ったら、たまたま無料駐車場があったんで、やったーって言ってね、無料駐車場を止めて、行ったりしましたけど、っていうような感じでなってました。まあ、そのあたりはね、またおいおいと動画が出ますので、で、これを先に開けときます。この期間限定なんで、この期間中、まあ、10月の多分下旬ぐらいにはなってくると思いますけど、には、あげますので、またそれも見てもらったらいいかなと思いますけど、まあ、先にね、思い当たって11月までらしいんで、11月のね、26日までらしいんで、先んじてね、速報って形でね、入れとこうと思います。近江鉄道のこのフリー切符買って。で、しかもこれね、もう一つね、押さえとかないといけないポイントがあって、これ大人500円なんですよ。で、子供料金は、変わります。まあね、ワンコインってなってますけど、大人がね、500円だったらね、まあ子供料金、250円とかね、300円とか250円とかね、まあだいたい半額の設定とかが多いから、そんな感じかなと思ってたんですけどね。なんとですね、子供料金もワンコインで100円らしいです。そう。なんと、ワンコインだから、これも500円。まあ、そういうのもお得だし、乗らなかと思ったらね、なんとね、子供のワンコインはね、なんと100円なんですね。もはやジュース買うより安い。もはや昨今自販機でジュースを買うよりも安いという。超破格100円はやばい。初乗り運賃にすらならねえんじゃねえかっていうぐらいの、価格設定なんですけど、で、やるらしいです。ちなみに、10月のどっかにね、まずそれも、リンク貼っときます。詳しくは。10月のどっかの時に、この、ガチャコン、なんか、フリーレンみたいなのがあって、その時は大人100円。子供無料で乗り放題になるらしいです。むっちゃくちゃお得なね、キャンペーンとかもあるらしいんで、そのあたりも概要欄に貼っ付けときます。ご興味ある方はね、ぜひ見ていただければと思いますし、ぜひね、遠方、ね、もちろんお近くに住んでる方はもちろんのことね、ちょっとね、近畿圏あたりにね、住んでる方でしたらね、ちらっと行ってね、乗ってみても面白いのかなというところでございますね。ね、駐車場的にはまあ、米原とかもあるんで、別に、電車でね、経由で行くのも、全然苦じゃないとか、前原だから別に東海道新幹線の停車駅ですからね。そんな、全然苦じゃないところにありますので、うん。ぜひね、こちらの方で使ってもらったらいいと思います。ちなみにその、無料駐車場は日野駅にしかないのかな。ちょっと他の駅はちょっと調べたところ、それらしいところがなかったんですけど、他にもちゃんとコインパーキングだと、まあ、米原とか彦根はもちろんありますし、ね、八日市もあったっけな、八日市と、ね、貴生川にも、近くに、いわゆるコインパーキングはありますので、そっちの方のが、駐車場の台数とか、ここは無料のところなんですよ。かなり、台数は、狭いんで、地元の方が使う分にはね、全然、容量的にはちょうどいいぐらいに作ってあるんですけど、遠方からのね、観光客の方が使うような設定にはしてない感じだったんで、どっちかというと、そこに止めようってするよりは、ちょっと周りのコインパーキングとか使ってもらった方のが、まあ、確実かもしれません。そう。立地条件的には、多分そっちの方のが、遠方から行く場合じゃ近くなりますね。四日市だとちょっと特殊でね、鈴鹿スカイラインっていうのをこういうとちょうど日戸町に出るんで、ちょっとかなり、特殊なね、立ち位置にある、四日市市だけですね。亀山とか鈴鹿だったらもう鈴鹿峠から木深の方に抜けた方が早いんで、とかっていうのもあったりしますんで、っていうのがあったりしますんで、ぜひそのあたりとか使ってもらってもいいんじゃないかなと思います。でもそのあたりのね、沿線の詳細はまた後々その動画でね、もう撮ってきましたんでね、それを見ていただきたいいただければと思いますんでね。とりあえずね、こんな感じ。ワンコインスマイル切符。非常にめちゃくちゃお得、もう猛烈お得な、切符が、出てましたので紹介させていただきました。ということでね、今後もね、チラチラとまた、速報みたいな形でこんな感じで、ね、ポロポロっと、挟みながらな、なんか、見つけたらね、入れていけないなと思います。前まではね、家に帰ってしっかりと撮ってとかっていうのを考えてもらったら、別に出先でね、パッて見つけたらね、パッてね、カメラ回せばいいなということに気がつきましたので、ね、そんな感じでやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ずっとこれが邪魔なんだけどね、ご視聴ありがとうございました。邪魔だね、これ。ないと運転できないんだけど。うん。